どうも、会長です。仙台いい店。今回はウェスティンホテル仙台や大日如来がある一番町柳町通りのおでん幸三さんをご紹介します。それでは参りましょう。こののれんをくぐり、ビルの2階を目指すと、少しずつ胸が高まっていきます。こんばんは。こんばんは。おでん幸三さんの開業日を教えてください。はい。2014年の12月25日に開店しました。ではお店の特徴を教えてください。はい、福島の地酒と1年通して熱々のおでん、あと旬の新鮮な魚料理です。場所が場所ですごい分かりづらいので、常連様からのご紹介の方が多いかもしれません。おでん屋さんということですので、おでんでの人気メニューを教えてください。はい、おでんの具はほとんど手作りで作ってるんですけど、その中でもさつま揚げは季節の野菜で作るさつま揚げはとても人気があります。仙台牛のおでん、これもファンは多いですね。一品料理の方いかがでしょうか。特にお刺身力入れてますんで、来たら絶対食べていただきたいですね。あれ、この間の同じくれたよね。前か、ごめんね、たまたま混んでた。居心地がいいよね。つい長くいますね。つい長くいる。それいい店ってことですよね。そうですね。椎茸の肉詰めです。肉詰め。お気に入り。うどんの。そうだね。それは絶対頼みます。うん、あとは牛串、うん。美味しいですね。100% 頼みます。初めて幸三に来る人にはじゃあ。おすすめとして何をこう、これ食べてみてってのありますか。これはもう牛串と、あともう私はお豆腐が好きなので、もうしみしみになったお豆腐。あ、いや、美味しいですね。いいね。
様に言われて嬉しかった言葉とか、出来事ってありますか？そうですね、あのお客様で初めて来ていただいた時に美味しかったですって言ってまた来ますねって帰られて、そのまた次にそのご家族とかあのおじいちゃんおばあちゃんとかと一緒に来ていただけると、あ、本当になんか紹介したかったお店に連れてきていただいたんだなっていう感じがして、すごい嬉しい気持ちになります。おでんの美味しさは当然ですが、旬の魚や新鮮な魚介類も構造の定番です。いけましたか、取れましたかね。かけて飛ばないようにこの日は新鮮なホヤが人気でした。そしておでんの命のだしを使っただし巻き卵。このだし巻き卵はだしを張って出されます。つまり中も外もだし、これは贅沢ですね。だしを贅沢に使ったカレーうどんも締めで頼む人気メニューです。構造さん、ひなこさん、おいしい夜をごちそうさまでした。お待ちしてます。